石川さんと堀口さんです。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、最初のセッションを始めさせていただきます。で、今日このスライドなんですけど、まあ、ワードプレスはどこへ向かうかっていう、まあ、コミュニティの支える未来という、タイトルがついてるんですけれども、これあのワードプレス .com とか運営している、ワードプレスの大元のオートマティックの、高野直子さんという、スタッフの方がいらっしゃるんですけれども、まあ、ワードプレスの日本語版チームのメンバーなんですが、高野さんが、先月かな7月の、25日、26日に、2日間にわたって、ワードキャンプ関西の方でお話しされた内容を、まあ、あのいろいろ補足しながら、今日お話しさせていただければと思っています。で、今日お話しさせていただくのは、私石川と言います。で、あと、僕と一緒に、堀口とあの石川と堀口2人で、あの途中、掛け合いも踏まえながら、進行していければと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で、ワードプレスなんですけれども、リリースされて、もう今年ですでに、12年経っています。で、12年前っていうと、僕で言うとまだワードプレスを知らなくて、MT をムーバブルタイプをちょっと触りかけたぐらいかなという感じなんですけれども、まあ、そんだけすごく、歴史がもうだいぶ、増えてきまして、12年ということで、もうすぐティーンエイジャーに、ワードプレスもなるそうです。で、あの全然余談なんですけれども、僕これ12年だったらもうすぐじゃなくてもうティーンエイジャーなんじゃないかなとか思って、あれってすごい疑問に思ってたんですけど、調べてみたところですね、ティーンエイジャーは13歳から19歳までということらしいので、あの10代だからといってティーンエイジャーじゃないということを、あの今日は覚えて帰っていただければと思います。はい。で、ワードプレスはそうですね、今すごくあのもう視野がどんどん増えてきて、ウェブ全体の、24%、 もう4つに1つがワードプレスっていうぐらい、視野を、ガンガン伸ばしていて、で、次バージョンってなってますが、すでに 4.3 が、先日リリースされました。で、今回の 4.3 で、いろいろ、機能変わってるんですけれども、分かりやすい、4.3 の機能としてはもう皆さん 4.3 にアップデートして触ってますかね。まだ触ってないっていう方どれぐらいいますか。 4.3 にアップデートしてないっていう方、あ、結構いらっしゃいますね。ちょっと確かに癖があるんで、あんまりうかつにアップデートするとまた後でお話しするんですけど、はい。で、今回、一つ大きく変わっているのは、カスタマイザーが、また強化されています。で、カスタマイザーから、そうですね、あの今までサイトのブラウザの右上に出るこの辺のファビコンとか、スマートフォンにブックマークした時の、ウェブクリップアイコンとかを、つけようとすると、プラグインとか使わないとできなかったんですけれども、カスタマイザーから、簡単に登録できるようになってます。なので、まあ、今まで使ってたプラグインが1個いらなくなるっていうのは、まあ、ちょっと便利かなとか、ファビコンはなんかあのアイコンファイルを自分で作ってとか今ちょっと敷居が高かったんですけれど、まあ、普通に画像をアップロードすれば設定できるようになったので、その辺はだいぶ楽になったのかなと思います。で、あとツールバーの、上の管理バーにどのページを見ていてもカスタマイザーへのリンクが、表示されるようになりました。なので、まあ、あのどのページを見てても、いつでもどこでもカスタマイズしちゃうぞっていう、そんな形になっています。
で、これはそうですね、やっぱり今フロントエンドを画面を見ながらカスタマイズできるようにっていうのが CMS の中でも主流になってきているので、より直感的に、カスタマイズできるようにしていこうというところで、カスタマイザーが、今開発の重点を置かれています。で、今回 4.3 で、カスタマイザーでまた、さっきのファミコンに合わせて変わったのが、メニューの、設定もカスタマイザーからできるようになりました。今までは管理画面の、外観の、中のメニューっていう項目から、まあ、ドラッグアンドドロップして作って、で実際にじゃあどうなったかっていうプレビューはまた表画面に戻って、間違ってたらまた、管理画面に戻ってっていう手順をしないといけなかったんですけれども、管理画面、実際にプレビュー画面を見ながらカスタマイザーでページの追加とかを、できるように、今回なっています。なのでこの絵も、つい僕も昨晩使ってみたんですけれども、なるほど使いやすいなっていう感じで非常に良かったです、はい、で、あ、そうですね、これも、実際カスタマイザー、ページ追加すると右に追加、どのページを追加するかみたいなのが、立ち上がって、そうですね、僕使ってみた感じとしては、今までの、4.2 までの、外観のメニューのページから設定するよりもこっちの方がやりやすかったです。はい、で、カスタマイザーについてなんですけど、今、先ほどもお話したんですけれども、ワードプレスの開発の中では今かなり、力を、入れてカスタマイザー推しということで、頑張って、注力してやられてます。で、カスタマイザーが、まあ、最初に登場して以来、まあ、前回のバージョンアップで、ウィジェットがカスタマイザーからできるようになったりとか、テーマの切り替えのプレビューが、またできるようになったりとか、あとモバイルからも、カスタマイザーで、操作しやすくなったりとか、まあ、とにかく、フロントエンドからの、操作性を良くしようということで、今カスタマイザーの開発が進められています。で、カスタマイザー API についてはこれちょっと開発者向けの内容になってしまうんですけれども、これ情報がいろいろ、これクリックできるのかな、今英語ばっかりだったんでちょっと堅苦しく思ったかもしれないんですけど、このスライドのリンクにあるの方に実装のサンプルのコードがたくさん載っていて、これ開発者の方ぜひ、触ってみると割と、あ、こんな簡単にカスタマイザー設定できるんだっていうところが分かると思いますので、ちょっと時間見つけてぜひ触っていただきたいなと思います。で、今回また、だいぶ変わった点としてパスワードのセキュリティについてなんですけれども、まあ、強化というか、強制的に、パスワードが難しくなるような、仕組みに、なっています。で、アカウントを自分のところでパスワードを生成ってやると勝手に難しい、ものすごく難しいパスワードを設定してくれて、もう人間が絶対覚えられないよっていう感じなんで、もう
これはそうですね、覚えるのは無理だと思うんで、どこかにちゃんと大切に保管しておかないといけないかなとは思います。パスワードがなんかメールで送信されなくなったらしいんで、ちゃんと覚えとかないとダメです。なるほど。難しい覚えるエヴァノートなんか貼っとくといいかもしれない。そうですね、メール、まあ、メールはやっぱり何だかんだ言って、まあ、傍受されたりとかっていうこともありえますので、ね、まあ、そういうところも踏まえてのことになっていると思います。はい、でこれパスワードはまあ、今緩い設定をしている人というのはぜひとも本当に難しいのに変えてほしくて、つい先日もうちのクライアントさんで、すごく分かりやすいパスワードを設定されているクライアントさんがいて、改ざんされて一生懸命週末に復旧したりみたいなことがあったんですけれど、ドメイン名とか本当に安易に連想できそうな、ID とパスワードは最初にアタックされてくるので、その辺ちょっと僕プラグイン何だったか忘れたんですけど、ワードフェンスか、サイトガードかなんかっていうセキュリティ系のプラグイン入れると、まあ、どんな ID とパスワードで最初トライしてきたかっていうのが分かって、そういう傾向を見てると本当に想像つきそうなのは真っ先に狙われるので、間違ってもドメインと同じパスワードとかやると危ないです。瞬間でやられると思うので気をつけるように、していただければと思います。はい、あと制限かけちゃうのもログインできる回数を制限かけるっていうのも、そうですね、セキュリティ関連で言えば4.3 とは関係ないんですけれども、ログインアタックできる回数を制限する、ログインを、まあ、10回失敗したらしばらくそのログイン自体ができなくなるとかするプラグインであったりとか、管理画面自体に、ID とパスワードだけじゃなくって、画像で表示される文字を入力しないとログインできなくなるプラグインであったりとか、あとは管理画面の URL を変えるとか、その辺そうですね、シングルサイトだったら、サイトガードっていうプラグインがあって僕もそれちょこちょこ使ってるんですけれども、いろんなそういうセキュリティを強化するプラグインがありますので、素で使うとやっぱり結構素で使うと結構危険なので危険ってことはないんですけど、何回もログインアタックされるとサーバーに負荷がかかるので、ログインされなかったとしても負荷が高くなってしまうので、ぜひそういうプラグインをちょっと、入れてセキュリティには気をつけていただければなと思います。はい、次、ビジュアルエディターでのマークダウンライクな入力っていうのがあるんですけど、これは、マークダウンっていう、基本記述の仕方があって、マークダウンで入力ビジュアルと入力欄にビジュアルモードとテキストモード、2種類、ワードプレスあるのを皆さんご存知だと思うんですけれども、そこで、じゃあ見出し、ここの分1行は見出しにしたいとか、ここの1行は箇条書きにしたいとかっていう場合に、結構この辺のボタンをちまちま押したりしてビジュアルモードであるか、テキストモードで H2 でカッコ始まって入力してカッコと閉じタグを閉じてみたいなことをやるのが結構面倒だと思うんですけれども、ビジュアルモードで、マークダウンの記法で書いていくと、簡単に、なんというかな、マークアップをしてくれます。これ
どうしようかな。ちょっとやってみましょうか。マークダウンっていうのはあの特定の文字列をあ違うエディターの改善は今回、特定の文字列を入れると変換してくれるようになりました。例えば、見出しを表すのはシャープの数で、入力するんですけれども、例えば見出し2にしたい文字を、見出しなんかもう出しって書いてないもう出しでもいいですよ。でこれでエンターを押すと勝手にあの今マークアップがされて、これをテキストモードで見るとあの H2 ってマークアップに変わってます。なので、今までだったらそうですよね、あのじゃあ何これもう出しって書いてあるの、もう出しにって書いてあるのをじゃあ、段落かこれ本当か段落で見出し2にするかって、よいしょってやらないといけなかったのが、まあ、よいしょさっきみたいに、よいしょ2回もやるなって感じですね。もう出しで出るしで、リストだったらなんかあのアスタリックって半角かな、番号なしのリスト、そうですね、できてるちゃんと。あ、できてますね。あのリストとか特になんかあのビジュアルモードで打つの面倒くさかったりとか、テキストでもタグをたくさん打たないといけないから結構面倒なんですけど、最初にアスタリスクをつけてあの文章でエンターを押すとリストになったりとか、番号付きリストでいきたい場合は普通に1ドット5にょっとやって、ってやるとあの番号付きリストでマークスアップされたりします。であのマークダウンの手法については、多分いろいろ種類があの資料が出ていると思うので、そういう記法を覚えた上で、ビジュアルモードで使うと簡単に、整形してくれますというのが、今回の機能追加になります。で次その他なんですけど、項目一覧表示画面の改善、これについては、以上項目一覧画面よよ違うあれこれかこれかこれ今、テーブルで表示されてるんですけど、この画面は、変わらないんですけど、あ、なんかウィンドウも動いちゃった。よいしょ、はい、おりゃ、なぜ？こんな感じでモバイルの時だとあの今まで結構汚く枠にはみ出したりとかしてたのが、1個の行で情報がまとめられるような感じになったので、まあ、モバイルで見た時に、ちょっと見やすく、改良されているという形になります。はい、あ、こちらまだあったか。で、あと固定、あ、違う、固定ページか、固定ページのフィードバックのデフォルト設定変更というところは、今までは、固定ページにも、コメント欄が、付けられるデフォルトで、コメントを付けられるような、仕様になってたんですけれども 4.3 からは、まあ、固定ページでは、
コメントは、まあ、基本的に使わないっていうような、形で、デフォルトの設定がオフになりました。まあ、つけようと思えばあのファンクション PHP にゴニョゴニョってちょっとコード書けばすぐ使えるようにはなります。はい、で開発者向けの機能としてちょっと難しい話なんですけど、タクソノミーの、適切な分割と書いてあるんですけど、あのカスタム分類をとかをあの複数使った時に、今までは、例えば、そうですね、カスタム分類で、車のボディの材質っていう分類があって、でその分類に対して、スチールとかカーボンとか、アルミとかっていう、タームを作ったとして、同じく車のシャーシの材質っていうカスタム分類にスチール、カーボン、アルミとかっていう同じ名前を、付けることが、まあ、同じでそのタームを解釈されたりしてたんですけれども、4.3 からはまあそういう同じ名前があっても強制的に別物として分離して解釈されるように変わってます。こんな感じなんですよね。そうですね。というふうに理解したんですけど。で、次にテーマのテンプレートでシングラー PHP というのが新しく追加されてます。で、これ僕非常に嬉しいんですけど、シングルテンプレート作るときにシングル PHP とページ PHP って大体構造が一緒で本当にちょこっとだけ違うとかっていう部分のために、分けないといけないような場面があったんですけれども、今回新しくこのシングル PHP っていうテンプレートができたので、この名前で作ったテンプレートがあると、シングルページかページ PHP の時に投稿の詳細だったりとか固定ページの詳細の時にシンギュラー PHP を最初に見に来て、まあ、シンギュラー PHP がない場合、あ、違う、逆だ、ごめんなさい、詳細ページとか固定ページの、テンプレートを表示させる時にシングル PHP やページ PHP がない場合は、シンギュラー PHP を読むというような仕組みになったのでが追加されたので、まあ、テンプレートファイルが、少しページを減らすことが、できるようになります。で、これ今回かなり厄介なトラブルが出ているところなんですけど、PHP4 形式の、コンストラクターが非推奨にっていう、ことなんですけれども、影響が出まくっているのが、今ウィジェットを、まあ、ウィジェットを出力するときのコードが、今までは、まあ、WP ウィジェットゴニョゴニョみたいな関数で、書いてあったんですけれど、その書き方でやっていると、今は 4.3 からは、PHP のノーティスのエラーが、ちょこっと出るようになって、その都合上対応してない新しい書き方に書き換わってない、ものを使うと、ウィジェットが設定してあったはずなのに消えてしまったりとか、対応してない、そういうウィジェットを使っているがゆえに他のウィジェットも消えてしまったりっていうことが、発生します。なので、もし 4.3 に、バージョンアップして、なんかウィジェットおかしくなっちゃった、なんか消えたぞってなったら、多分どっかに、対応してないウィジェットを使ってるっていう方ことが考えられるので、一旦プラグインの全部オフにしてみて、でそこからオフにして、ちょっとこれみんなじゃないかもしれないんですけど、うちの開発環境とかだと管理画面の外観のウィジェットからだとうまく設定できないけど、カスタマイザーからだと、まあ、きれいにちゃんと設定できるっていうケースとかがあったりするので、うまくいかなかったからできるだけカスタマイザーの方から設定してみると、うまくいくことがいくんじゃないかなと思います。なので特に
最近更新されてないウィジェットのプラグインとか使っている方は 4.3 にアップする際は、注意していただきたいなと思います。で、18日リリース予定となってますが、もう18日過ぎているのでリリースされています。はい、次コミュニティの今ということですけど、ワードプレスオープンソースなので、どっかの会社が開発しているっていうわけじゃなくて、いろんな人が関わってワードプレスを、運営してくれています。で、今メイクワードプレスっていう、ホームページがあるんですけど、これは今、日本語でも、翻訳された日本語版のページが、存在するので、ちょっとここの辺もぜひちょっと見ていただきたいんですけれども、でこのページ、この下の方にですね、ちょっとこれ今見えるかな、見えないのか、日本語公式のページから、開発貢献かなっていう、メニューがあるので、このページに行くと、でこの下にどんな貢献ができるのかっていうのが書いてあります。でその内容については今日の、チラシの中にも入っていまして、ワードプレス、そのワードプレス本体を開発するだけが貢献ではなくて、ワードプレスの使い方に関するドキュメントですね、オンラインのドキュメントは元は英語なので、それを翻訳するものであったりとか、こういったワードプレスの勉強会などのイベントを開催するとか、あと普通にプラグインを自作して、案件で作ったのは、これみんな使えるなと思ったら公式ディレクトリによいしょって登録するとか、いろんな、貢献の仕方はあります。で、本当に例えば本当プログラムは全然書けないけど翻訳は得意だよっていう人もいると思いますし、そうですね、なんか特に特技はないけど盛り上げるのが得意だよっていう人はイベントとかを開いていただければいいかなとか思ったりしています。はい、よいしょ。で、次、オンライン翻訳ツールの改善っていうのが今回あって、これがですね、みんな翻訳をどういう、過程でワードプレスの翻訳が行われているのかっていうのを、普通の人はあまり知らないと思うんですけど、これ実はすごく簡単に今できるようになっていて。日本語からちょっといけるかどうか僕覚えてないんですけど、wordpress.org の、get involved、ここは日本語だと、翻訳貢献にあたるページになるんですけど、この中に、いろいろ参加できる項目がたくさんあるんですよね。で、翻訳はこのポリグロッツですか、はい、ポリグロッツっていうところから、入れて、ポリグロッツの、トランスレートか、そうそう、
オリングレッジのトランスレートに行くと、でここに自分がどの言語を、翻訳したいのかっていうのが出てくるので、これを例えば、じゃあ、出てきた、ジャパニーズのところに移動して、よいしょ、そうすると、ここに、ワードプレステーマプラグインとかモニモニョってあって、まあ、これはコアの、翻訳なんですけど、ここ 100%100% なんで、まあ、これはできていて、で例えばテーマのところに行くと、よいしょ、こんな感じで、いろんなテーマが、並んでます。で、もし自分が使ってるテーマで、これ翻訳されてないんだよねっていうのがあったら、検索すれば出てくると思うんですけど、で翻訳したいテーマのところに行って、例えばこれで、よいしょ、こんな感じで、いろいろこれ翻訳、この緑のはもう多分承認されて OK なのかな。で、オレンジのやつが誰かが、これ翻訳を入れてくれたけど、多分管理者が確認待ちとかそんな感じなんですよね、多分。で、なので、そうっすね、なんか簡単そうなインザスライダー。みんなスライダーじゃいかん。なんか簡単そうなやつないですか。簡単そうな。ブリニアさん、これテーマの名前だからこれ。それテーマの名前と同じのいいところってやった。ああ、そういうことですか。これで、コピーオリジナル。これ。これ。よいしょ。で、これでよいしょってやると、まあこれ入って、確認待ちの状態になります。で、こういうのをどんどんやっていくと、翻訳される、まあ、日本語で管理画面でいろいろちゃんと確認できるテーマが増えていったり、しますし、で翻訳すると、まあ、プロフィールの自分のワードプレス .org のプロフィールのページがあって、そこに、この人はどんな貢献をしたっていうなんかバッジとかがつくんですよね。プラグイン開発者ですよとか、翻訳しましたよとか、ワードキャンプでスピーカーしてますよみたいな、感じの、バッジがついたりするので、まあ、貢献してますよということを、ちょっとアピールできたりもします。なので、ぜひ本当に翻訳今回すごく簡単にできるようになっているので、ぜひ参加していただければなと思います。で、次がさっきの、カスタマイザーの、サンプルのコードが GitHub で、公開されてますなので、まあ、特にテーマ作ったりとか、お客さんの方で少しカスタマイザーから項目設定できるようなテーマを作る場合とかは、参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。次、スラックミーティング、ワードプレスは、まあ、どうやってみんなやり取りしてるかというと、最近は日本のコミュニティでも、まあ、世界でもそうなんですけれど、日本でも、オンラインのチャットで、定期的に、まあ、どんなことをやらないといけないよねとか、この作業がどの辺まで進んでるとかっていうようなやり取りが、なされてたりします。これまあ Slack っていうチャットツールなんですけれど、よいしょ、
じゃあ、じゃあそういうのをどうやまあ、どんなやり取りを知ってるのかっていうのを参加しなくても、まあ、見ることはできて、じゃあそれはいつ開催されてるのとか、どうやって参加するのかっていうのはフォーラムの方に書いてあります。で、フォーラムの方を見てみると、貢献と参加の中に、オンラインミーティングの、告知というのスレッドがあります。で、このスレッドの中にを見ると、ここはいつにどういう内容をしますよっていう概要だけが書いてあって、詳細は各スレッドの下に書いてあって、で、何日に、どんな内容について話しますみたいな、告知がフォーラムの方でされてます。で、スラックへの参加方法についてはまたこれもリンクで順にたどっていけるの で、まあ、ちょっと時間がないで、軽く飛ばしますが、この辺かな。で、実際にこれが、そのオンラインでやり取りされているスラックなんですけど、これ GA か、これがオーガスト20だから8月20日ぐらいにリンクが死んでますよとか、いろいろなんかこんなみんな楽しそうにやってるフレンドリーな空気がちょっとビールばっかこんな感じでかなり楽しく皆さんやり取りしてるので、あんまり難しく考えずに気軽にどんどんこういうのを参加してもらえると、やっぱりいろいろドキュメントの更新であったりとか翻訳であったりとかすごくやらないといけないことはたくさんあって、今日本語チームの方が本当に頑張って、やっていただいているので、少しでもこういったことに、お手伝いしていただける方が増えたらいいなと思っています。で、あとちょっと今日はないんですけど、これ関西ワードキャンプ関西なんかだと、そういうじゃあ実際いざ、まあ、今翻訳のやり方とか軽く説明したんですけれども、じゃあちょっとやってみようかなと思っても、まあ、なかなかちょっと敷居が高いっていうところもあったりして、ワードベンこの今回主催しているワードベンチ名古屋は、まあ、毎月1回勉強会を、行っているんですけれども、そういった場とか前回のワードキャンプ関西でも、コントリビューションといって、まあ、そういう翻訳をしたりとか、プラグインを作ったり、するっていうようなイベントがあったりするので、そういうところにも参加すると本当にワードプレスの裏側を知ることができたりとか、いろんな人との交流ができるので、ぜひ本当に有意義な、会になるので、積極的に参加していただければなと思います。で、あと今日も、ワプーさんいろんなところにいると思うんですけど、ワプーは、これ日本の金内和子さんっていう、方が、デザインしてくれた日本公式のキャラクターだったんですけど、去年あたりに、まあ、日本に来たワードプレスの創始者のマットさんが、
あのすごく気に入ってで、まあ、それから T シャツになったりとかして、でこれがワード去年今年なのかな、ワードキャンプロンドンとかの公式キャラクターになったりとか、なんか世界中でちょっと人気になったりとか、なのでワードプレス自体は日本じゃないところから、来ているものなんですけど、まあ、日本から、発信したものが、こうやって世界に広がったりとかっていうこともあったりするので、まあ、そんなことが今世界中で割とブームになってます。はい。で、まあ、今後ワードプレスが成長するにはっていうところで、まあ、最初もお話したんですけど、セキュリティはやっぱりまあ重要なんで、まあ、この辺の強化であったりとか、カスタマイザー関連、まあ、とにかく更新する人がまあ負荷なく、なるべくコンテンツの作成に注力できるように直感的な UI を、進めていこうであったりとか、まあ、あとそうですね、ワードプレス、まあ、データベースと接続して情報ページを表示したりしているので、どうしてもスピードを、まあ、いかに速くするかっていうのは結構重要になってきて、そのあたりは今日あのスポンサーの、プライムストラテジーさんの草薙さんのパンフレットとかも入ってたと思うんですけど、まあ、スピードはなるべく、改善するような感じで、やってます。で、まあ、あの散々今日お話したんですけど、いろいろドキュメントとか、開発関連で、何かしらできることは あるかなと思いますので、ぜひともちょっとあのワードプレスが成長を続けていくためには、まあ、有志の皆さんがこうやって、支えてくれているので、まあ、やっていただけるといいかなと思います。はい。で、これコアの開発に関しては、開発何か、ここのコード間違ってるよみたいな、パッチを、まあ、パッチと呼ばれるものを送ったりして、採用されると名前が載ったりして、まあ、4.3 なら 4.3 でそういう、何か間違ったコードを発見したとか改善したコードを書いた人がの名前がずらっと並んでいて、この中に、知り合いの日本人の方もまあ何名も載っていたりするので、こういう細かいところでも取り込まれれば名前載りますので、ぜひなんかコードとか追ってみてるといいかなと思います。はい。で、日本語チームの皆さんも、こうやって名前載ります。はい。で、まあ、ゲットインボルブド、ワードキャンプ関西の、まあ、キャッチフレーズだったんですけど、ゲットインボルブド、まあ、皆さんそうやって、参加、みんなをどんどん巻き込んで、成長していこうということでですね、ぜひとも、皆さんどんどん巻き込まれて、ワードプレスを一緒に、より良いものにしていければいいなと思います。はい、以上です。はい、ご清聴ありがとうございました。あ、でもまだ2分あります。はい、ね、質疑応答。あ、で、じゃあ、あと、1分2分ぐらいしかないんで、多分1人1つぐらいしか答えられない、1つか2つぐらいが限界だと思うんですけど、質問がなど何かありましたら、お気軽に挙手いただければと思いますが、はい。1つは石川さんのブログから、ね。石川さんのツイッターを見てちょっと読んでさんにあげるのやめようと思ったんですけど、今は文字化けしないかっていうところと、もう一つは、はい、そのさっき強力なパスワードをメールで送られなくなったって言って、はいはいはい、それを忘れた時はどうするのか。あ、はい、大丈夫。まず、4.3 にあげて大丈夫かっていうのは、とりあえず僕が作っているものに関しては大丈夫です。で、結局その特にワードプレスデバッグモードにしていると、そういう間違いがあった時にノーティスでいろいろエラーコードがガーッてページに表示されてしまって、でそれが表示先に表示されているがゆえに文字コードを読み込めなくって文字化けをするみたいなことが、今回起こったりするので、
なので、まあ、今上げて大丈夫かどうかっていうのは使っているプラグインとかにある程度依存してしまうので、一概には何とも言えないです。なので、まあ、極力本当にテスト、サーバーで確認してとか、一旦プラグインを全部オフにしてから 4.3 に上げて1個ずつオンにして表示がおかしくなるやつを特定するとかっていうことを、試したりしてもらえればいいかなと思います。でもう一個、でパスワード忘れたときはログインからパスワードを忘れた場合っていうのをリンクをたどるとパスワードを再発行するための URL が送られてくるので、そこに行って再発行すれば大丈夫ですよね、多分。なので忘れても本当に何ともならなくなるっていうわけじゃないんで大丈夫です。はい、30秒終わり。じゃあ他は大丈夫でしょうか。あと1個くらいいきます。あ、はい、じゃあ森川さん。先ほどはポリグロックという話ですけども、あれオンラインでトランスレーションの何かしら役を、はいはい、まあ、レビューに投げたっていうのは、それはその開発者の人にその通知がなんか行くような感じなんですかね。あ、お願いします。翻訳の画面はそのワードプレス本体と今のところ承認をしている人が同じなので、その人たちが承認をします。ただテーマめちゃくちゃたくさんあるので聞いた話だと今のところは翻訳しましたよって言ってもらうと早いっていうのを聞きました。はい、なのでそうですね、日本語版ワードプレス .org の お問い合わせフォームとかでだいぶ前に翻訳したんですけどとか言うと多分承認されると思います。で、また対象になっているのは、はい、コアとテーマ。今コアとテーマで、プラグインは優先度高いものから順番に登録されているそうです。はい、はい、あと メタとかもできます。要はワードプレス .org の翻訳とかも今できるようになってます。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、お時間となりましたので、はい、このセッションは、終了させていただきます。ありがとうございました。どうよ、すごい安定してる。はい、どうもありがとうございました。じゃあこの後ですね、こちらの部屋でランチミートアップというものを、やりたいと思います。でもそういきなりですけど今日お弁当券買ってるけどまだ引き返してないっていう方いらっしゃいますかね。受付の方でチケットを引き返してますので、お願いいたします。でこの後机のちょっと色とかありますので、ランチミートアップ参加される方はちょっと手伝っていただけるとありがたいです。 ではお願いいたします。5人目の部屋さん、5人目の部屋さん。無事終わったよ、今村さん。どうでした？すごい。大成功。同時派だったけど、時間勝負だよかった。まだやってませんよ。もうあんな内容だよね、この間多分。そうです。自然に入るとやっぱいい。そうそう、なんか自然に入らないと、なんかいまいちピッと来ないだろうなっていうのがあって、なんか僕もあの翻訳のやつも、ナオさんのやつ見てたってよくわかんなかった。あとね、コントリビューションのブースで見たら、あ、何もこんな簡単なのね。あのブロックプレスの入力画面めっちゃいいですよ。あれならできそう。簡単なんか、ピンのエディットでこのままやって、それを振って取り込まれる、取り込まれないとか、スキーが高かったり、ものすごく良かったな。よいしょ。それって全然出ない。出ますね。出ますか。マクワさんによると。うん、そうなんです。マジそう。一回みんな出てもらった方がいいんじゃないですか。はい。
小田さんも考えましょうか。 K さんいます？その辺に。